さあ、はい、行きますか。楽しみですね。あ、雪踏み潮が浅いっすね。 あんま深い感じじゃないですか。めっちゃ遅くないですか、うん、さあ、なんてやつでしょ、このミッション。 AGS です。 AGS、ああこれこれこれ、やっぱそうですね。ご族 AGS です。マニュアル取ってるで、本当に。あ、ちゃんと下がプラスになってる。下がるっすね。おぉ、どっか反応は私でした。はい、あーほら、これこれなんですよ。このこのアクセル見ますよ。このラグが嫌なんですよ。マニュアルって自分でやるんで分かってるんですけど、あ、これがな、ちょっといいんじゃないですか。これはちょっと適正のチェックしていいですか。なんか節あるっすね。あるんですか。なんだろう。ここかここ、何ですか、つなぎですか。ミッションのせいがあるかも。見えてらっしゃるのかですね。あ、ミッション、ミッション。あんがんとかです。なんかやる気満々だな、これ。やる気満々ですね。あー、マニュアル乗ってる。これクラッチ欲しくなるな。ちょっとマニュアルも欲しいですか。これ。うお。今ネジさんの顔。ネジさんの顔。結構これパワーありますよ、こいつ。あるんですね。こっから入ります。あ、入らないですね。どんくらいからだ。3000。あ、3000か。うん、なんかブリッピングしてません。してますね。自動的に、はい、これは面白いですね。うん、 K でこれ、あ、パドルもできるんだ、これ。そうですね、パドルもやってみます。結構パワーありません。ありますね。下から来る感じですね。結構来ますね。もうこれは面白いかも。足が結構しっかりしてる。あ、これか。このアクセル踏んでるのに減速されるんで、ブッってなるんですよ、やっぱり。まあ、2の時はそのタイミングで離してた方が、離して、一回離して自然直すと。やっぱ違和感感じますよね。なんか4000超えてると入らないですよ。速いですね。やっぱ車、足めっちゃしっかりしてません、これ。足なんか良さげですね。めっちゃしなやか、柔らかくないですね、全然。でもそんな硬くないですね。硬くないですね。硬すぎることないです、ね、うわ、すげえ車。結構道悪いんで。今悪いですよ。そうなんで、よくわかるじゃないですか。よくわかります。すごい足してる。もうやばい。違いますね、これは。違いますね。これがワークスになると違うんですかね、もっと。うん、じゃないですか。まあ、その足もちょっと違うみたいな。そうそう。あの K 独特のヨレがないですね。これ切ったらクッて弾きますね、やっぱり。そうですね。どこですか、これ。そうですね。よれがないんですよ。K ってこうやるとお釣り込むんですか。ああ、そうですね。まあ、にゃんってなるですね。シュッシュッってくるですね、これ。すごい、これ。うわぁ。足優秀すぎじゃないですか、これ。そうですね。かやば。かやば。やばいですね。いいですね。ただやっぱりもうちょっとシート、こう。ああ、なんか、そうですか。あ、ワックスになると違うのかな。そうですね。ちょっとホールドもうちょっとしてほしいですね。
確かワークスってレカロじゃないですか。はいはいはい。なんであ、じゃあもっとしっかりしますね。うわめっちゃ面白いこの車。ちょっとバカにしてましたね。はい、いや。ちょっとメーター専門で、ちょっとメーター専門で。景色の流れがね分かるので、ね、そんなに速いですよね。ちょっとメーター全然速いですよね。すごいこの車、足がめちゃくちゃいい。優秀。僕見た目で走り好きですねこれだから。競馬感できんなこれ。ですよね。昔のマックスより全然いいですねやっぱり。あるんですよ。すごい。出てください。選手交代。不思議な感じ。不思議な感じですよね。でもこれ走り出しの時に、あの他のペースと比べて、はい、スムーズですね。スムーズですね。このなんかもっとクラッチをゴンと離した感じのスムーズですよ。スムーズですね。だけどやっぱり不思議な感じだな。不思議な感じですね。はい。面白いですね。あ、でも反応いいですね。反応早いですね。これ本当に軽かなと思うぐらい。うん、でも129万ですよ。うん、いいですね。これだけ楽しめたらなんか、まあそうですね、文句ないですね。文句ないですね。いやー、値段の割にいいですよね。これ車重軽いですね。車重、そう。やっぱり一番の売りは車重だと思うんですよ。600後半。そうですね、600後半から、多分4区だと思うんですけど、重たいので740。でも軽いですね。そう、めちゃめちゃ軽いんですよ。ハンドルめっちゃ素直ですよ。そうですね。どうですか。いや、いいですよ。浮いてますよね。いいですね。ブレがないですよね。そうですね。あのコペンとか S66 から乗ったじゃないですか、はい、あの時と同じぐらいすごいと思うんですね、はい、そうですね、うん、やっぱ軽いのいいですね、本当本当に速い、はい、うん、軽やか軽いから挙動がいいですかね、こういう。あ、それは絶対あるですよ、うん、やっぱ重いとだるくなるし ね、 どうしてもキビキビ動きますね、キビキビ動きますね、走る止まるばかり、そうですね、やっぱ好きになる1秒もかかりますね。いや1秒かかりますね。これだったらありかな。うん、ありですね。見た目以上に。見た目以上に。で、コスパもいいし。多分これを持って SNR とかやったら多分がっかりですね。そうですね。これ乗ってから。ああ、そうですね。それはやっぱ違うと思うんですよ。すごいな、これ。思ってた以上に。思ってた以上ですね。うん、よかった。楽しいですね。140キロ私買うんですよ。いや140振り切っちゃうじゃないですか。振り切っちゃうんすわ。良すぎるっすね。でもこの音が嫌なの。踏み場だとこういう感じになるんですよね。はい、一回話してあげると。そうですね。エンジン音もちょっとなんかならないかな。エンジン音か。軽トラ乗ってるみたい。あ、これだけですね。ああ話した方がいいですね。話すとなんか不安定な感じですね。マニュアルでこう操作してると思って、そうですね。話してあげると、そうですね。不自然じゃなくなります。不自然じゃなくなりますね。ああそうですね。ちょっと話した方がいいですね。やっぱ速いんだよねこれ。速そう。速いですよねこれ。そうですね。まあもうそんな120キロ出てますね。いや。めちゃくちゃいっとるし。でも出そうな勢いじゃないですか。うん、出そうですね。そうですね。かりそう。マニュアルを自動で操作してるようなっていうぐらいですかね、簡単に言えば。ああ、そうですね。なんで、坂で止まると、多分下がらんですか。あ、下がるですね。下がりますよね、やっぱり。下がるですね。下がりますね。だいぶ下がりますね、これ。下がりますね。で、これが、マニュアルですね、もう。そうですね。もうだから、普通に、なんていうんですか。クラッチ踏んでる状態。クラッチ踏んでる状態。で、ギア入れて、で、ブレーキ離して、ハンクラにして、アイドルスクリーム。今オフにしておきますね。止まって、ね、止まってでギア入れるじゃないですか、うん、でブレーキ離すと下がる、まあ、これ自動で制御してるんですね、まあ、だからちょんって踏むとロック解除されるんで。そうですね、はい、あ、いいですね。あ、でも多分あの自動でクリープあるんですよ。本当だ。繋がって、あ、じゃあ今繋がってるんですか。そうですね。だから
形状された状態だとこうやって下がるんですね。あ、そうですね。あ、なるほど。あ、マニュアルみたいですね。マニュアルですね。でもマニュアルじゃないですね。でもマニュアルじゃない、なんか不思議な車。オートマチックマニュアルトランスミッションですね。そうめちゃくちゃ行ってる、めちゃくちゃ行ってる。ダイレクトに行きますね、この。そうですね、速いっすよ。 CVD が違うんじゃない。パワフルだもん。元気っすよね、これ。コーナーも元気に曲がる、元気に曲がるっすよ。すごい。メーターもかっこいいっすね。かっこいいっす。じゃあエクステリア、インテリア、ドライブインテリアやりますか、はい、やりますか。エクステリアは、はい、エクステリアですか。エクステリア、これはどういう風に見ればいいんですか。好みじゃなくて、かっこいいかかっこよくないかと、そういう話するんですか。難しいですね。ぐらいですね、もう。悪くないっすよ。多分普通のアルトだったら、ちょっと、そうですね。こうやったら4ですね。そうですね、普通のアルトだったら3キルぐらいな感じですかね、僕的に。だから、そうですね、4。5でもないかなって。5ではないですね。4ですね。はい。基準がちょっとわからんすけど、4かな。こんな感じ、4ですね。うん。結構いいですよね、それ。かっこいいです。あの、下に赤のラインが前後入って。あの、4つくとき、大体もういいレベルですね。そうですね。5はぶっ飛んでいいですね。5はぶっ飛んでいいです。はい。ということで、じゃあ、星4つ。星4つ。かっこいいですね、うん。かっこいいです。じゃあ、インテリアどうでしょう、逆に。インテリアですか。でもこういうところはいいですよね。そうですね。こう赤入れてたり、でピアノブラックな感じのパネルがついてる。これなんか欲しかったかな。そうです、これがもう欲しい。ここが何もないから、ね、ちょっと欲しかったですね。せめてなんかここまでやった車だったら、ね、あのシート生地と一緒の、これちょっとカバーついてるんであれですけど、そうです、ね、生地と一緒のちょっと買って欲しかったかな。 3.5 ぐらいですか。そうですね、3.5 ぐらいですね。まあ普通ってことですね。そうですね、3.5 点。ただこのステッチが入ったり、こういう赤使ってるのが、まあ、まあ加点要素ですよね。そうですね。何もなかったら寂しいですよ。結構殺風景な感じになっちゃうと思う。そうですね、はい。じゃあ星 3.5 で、はい。まあメーターも、そうですね、ちょっと、はい、かっこいいんで、おしゃれなんで 3.5 かな。じゃあ、はい、ドライビングフィールはどうしよう。ドライビングフィールは5です。マジいいっすよ。5です。やっぱ5ですか。どうですか。いや、なんか簡単に5って言っちゃっていいんかなと思ってたんで、あれだったんですけど、そうですよね、5ですよね。ちょっとマニュアルとかじゃなくて、この感じの制御で、なんて言うんだろう、マニュアル別ですよ、あれじゃなくて、何しかこれ、AGS。AGS。はい。と思ってみたら5ですね。ですよね、5ですよね。じゃあ、それはマニュアルが楽しいですよ。そうですね。この車簡単に見たら5ですね。いっぺん乗ってみたら分かるですね。言うほどそんな悪ないっすよ。うん。何でもかかるんですかね。ただやっぱアクセル踏みっぱなしでオートマのような感覚で乗るとちょっとギクシャクするじゃないですか。一瞬ギアが見てないから知らないですよ。なんか不踏みたいですね。そうなんですよ。何が不安なんですか。全然いいですね。まあ多分あれですね、乗りこなすじゃないですね。はい。その変速の時にアクセルをマニュアル乗ってるように抜く感じで乗れば、こっちでコントロールできるじゃないですか。そうですね。だからまあマニュアル基盤を抜いて、そうですね、どうなんですか、乗る感じだったら気持ちよく乗れると思いますよ。でこのシフトをこっちでだけじゃなくてパドルもついてるし、何が不評なのかなと思って。全然ありですね。そうで、やっぱりレビュー見ちゃうと惑わされちゃう。そうなんですよ、そこですね。だからむしろこの普通のオートマより良くないですか。そのターボ RS っていうキャラ考えたらありですね。大ありですよ。多分不評というよりもこういうもんだと思って乗ったらいいですよね。あれですよ、こういうもんだ。そうですね。嫌だったら CVT 乗ってないじゃないですか。そうですね。そうなんですよ。そうなんですよ。別の無理して買わなくていいし。そう。いいと思う人が買えばいいと思うし。うん。なんか全然欲しい。気になってる人は一回乗った方がいいですね。そうですね。あと、すごいと思ったのハンドリングですね。ハンドリング。これちょっとびっくりですね。うん。この手の方だと絶対、うにゃって感じ。よれって感じですよね。よれからのうにゃって思うときに。そうですね。ないですね。シュッと曲がるっすね。結構。本当に行ったらまあ、なんすか、コペンとか S6 とか、同等ぐらいに近い。同等ぐらいですけど。まあ、高さがあるんで、それは多少違うと思う。でもコペンには近くないですか。近いです。でも S66 までは行かないですね。行かないですね。あそこでもその、よれはコペンに近い感じ。ああ、確かに。よれが少ない感じ。
足の感じももうコペに似てる感じですね。ちょっとコペンよりはもっとしっかりもうちょっと柔らかいかな。柔らかいけど、うん、で しなやかでみたいな感じですか。しんどくないんですかね。しんどがあんま来ないですね。しんど来ないですね。ただ段差踏んでるなって分かるしね。うん、ただ気持ちいい。でも無駄に硬くないですね。そうなんです。助手席別に大丈夫ですよね。全然普通ですね。何も思わなかったですね。うん、ただいや乗ってびっくりした、ね、乗ったら多分あ違うと思いますよ、ね、逆にもっと本当にしたっていうか、ね、あれだと思ってたんで、いやもっともっと寄れるんかなとか、うん、もっと遅いのかなとか全然別物ですね。めちゃくちゃ良かったですね。ただ仙台とかのアルトワークスとはまたちょっと別物ですね。そういう感じじゃないですか、ね、そうですね、そうですね。こっちの方が面白いんですか。面白いですね。これマニュアルあるんですかね。マニュアルないです。ワークスはあります。じゃあマニュアルシートはワークス買う、ね、ワークス、そうですね。だからワークス買っちゃった方が、まあシートも違うじゃないですか。街乗りするならこっちがですね。そうですね。楽ですね。オートマのように乗れますし、はあ、マニュアルみたいになりますし、まあ、いざという時は、はい、まあ、パドルで楽しんだりもできるし。これっていいとこ取りした車ですね。まあ、トータルで言うと。そうですね。マニュアルのいいとこと、オートマのいいとこを、いいとこを合体しちゃったような。うまく合体して、いますね。言うほどデメリットはないと思う。ないですね。ただ壊れたら高そうですね、なんか。そうですね。そこなんですよね、わかんないですけど。軽、ね、の割に高い収入そうですね。そうですね。まあ、こんな感じで。本気な人はワークスの方がいいかもしれないですね、やっぱ。もうこれですね。もうこれでいいですね。どうなんだろう。メインで飲んだらこれですね。なんかセカンドカーとかで買うんだったらワークス買いますね。ワークス買った方がもっと面白いかもしれないですね。やっぱマニュアルもあるんで。そうですね。はい、例えば、まあ、夫婦がいて、奥さんがこう1個大きいワゴン乗ってて、はい、まあ旦那さん通勤用でワークス買ったとかそういう感じだったらいいかもしれないです、ね、でもこれをメインで乗るんだったらこっちですね。こっちの AJS の方がいいですか。やっぱりうん、思いました。そうですね。まあこんな感じで、いや本当にいい意味で裏切られましたわ。これはいい意味でいい意味で本当に良かったですね。これは反則っすね。ちょっとよかった。もっとびっくりするような、はい、悪いかどうかな。そうそうそう。いや僕は、うん、あれやっぱこんな感じかとかいうはずだったのに全然違う。よかったっす、本当に。ということで皆さんよかったら決めたらね、はい、買ってみてください、ね、はい、はい、皆さんさよなら。さよなら。I killed down no one to play for champions. I can't believe it's right. Wait a minute!